ハヤと映画の魅力をお伝えしちゃいたいと思います。でもまだまだ宣伝パイロットは一人じゃ不安だな。ということでバディを呼んじゃいたいと思います。入ってきてください。はーい。皆さんこんにちは、サイレンス鈴鹿役の河野まりかです。はい、というわけで馬娘でたくさんメディア展開で先頭を走り続けたまりかさんに来ていただきました。私たちはですね、実はもう映画を見させてもらったんですけれども、魅力をね、しっかり伝えないとね。そうですね。まりかさんは、あ、良かったところが面白かったですか？もちろんやっぱりこうする部分もそうなんですけど、マーヴェリックの甘いマスク、あ、それがあの前作では30年前だったじゃないですか。そこから時が経ってのたくましさだったりとか、